フクロミツスイはソーマ総バモクフクロミツスイかフクロミツスイ族に分類される有体類。本種のみでフクロミツスイかフクロミツスイ族を形成する。オーストラリア固有種。体長オス4から9センチメートル、メス6から9センチメートル。尾長4.5から11センチメートル。体重オス7から11グラム、メス8から16グラム。オスよりもメスの方が大型になる。 背面は、肺褐色、体側面は、赤褐色、覆面は、炭鉱色の体毛で覆われる。後頭部から、尾の基部にかけて、明瞭な暗褐色、その両脇に不明瞭な泡褐色の、計算本の縦縞が入る。分担は細長い。死列は、門子が上顎4本、下学2本、剣子が上顎のみに2本、小球子が上顎のみに2本、大球子が、 上下三本ずつの計二十二本の葉を持つ。葉は小型で貧弱。舌はブラシ状。指の先端には肉球がある。また、講子の第一種は長く他の指と対抗することができるため、物を掴むことができる。尾は長く、物に巻きつけることができる。これら講師や尾の形態は、樹上での生活に適応している。乳首は四個。森林に生息する。樹上性。 夜行性。陶器は冬眠する。食性は植物食で、哺乳類では唯一花の蜜と果実の汁を染色することが和名の由来。繁殖形態は体制で終年繁殖し1回に2から4頭の幼獣を生む。幼獣は生後8週間ほどは母親の育児脳の,の中で過ごす。幼獣が成長すると母親は幼獣を軌道等に置いて、 最初へ出でかける。授乳期間は約11週間ほど。肺に休眠があり、幼獣を産んだ母親の子宮内にはもう一つ受精卵を持つことがある。そのため先に生まれた幼獣が育児脳を出たり、授乳期間を終えるとすぐに次の幼獣を産むことができる。生後6ヶ月ほどで生成熟する。寿命は一から二年。開発による生息地の破壊、火入れ、 人間により持ち込まれた猫による食害等により生息数は減少している。ありがとうございます。